前原駅は、千葉県船橋市前原西7丁目にある、新京成電鉄新京成線の駅である。駅番号は、SL22。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅である。ホームは、車椅子乗車指定位置付近のみかさ上げされている。またトイレは、 下りホームのみに設置されており、神経性の駅で唯一男女兼用で多目的トイレの設置がなかったが、2020年3月25日から男女別になり多目的トイレが使用開始された。なお、工事期間中は、上り改札口付近に仮設トイレが設置されていた。両ホームは、個線橋で結ばれている。夜間、早朝は、駅員無配置で、 遠隔システムによって管理されている。改札口付近に、県面書画台という接写カメラのついたインターホンがあり、乗り越し生産や旅客と係員の通話に使用されている。その他、通常のインターホンも、ホームなどに設置されている。自動生産機も設置されている。校内のほぼ全域に監視カメラが設置されている。駅脇の踏切は、 自動車がようやくすれ違えるほど道幅が狭く、歩道もないことから危険視されていたが、2006年2月に拡幅工事が終了し、歩道付きで車道も余裕のある広さの踏切が新たに設置された。さらに2007年3月には国道296号側に新たに東口が設置された。東口には窓口は存在しない。 2020年度の1日平均乗降人員は7857人であり、新京成線内では第16位である。近年の1日平均乗車人員推移は下表の通り。駅東口側には江戸時代後半、成田もででにぎわった成田街道が走り、王子の面影を残す休暇も点在する。船橋市立中野木小学校。ありがとうございます。